リグダムのわさこレイドわさこらーわさこらちょっとはい文句あんねんけど文句誰に対してのいやいやあなたに俺今日などうぞはい ショーンさんがうちの家に初めて来るって言うからさ、うん、まあ機材取りに。うん、で、ラジオも撮れるかなと思ってさ、うん、10分ぐらいやん。うん、ショーンさん、初めて家入るんやなと思って。<laughs> <laughs> うちの魅惑のこの魅惑の家。ああ、はい、魅惑、うん。な、うん、ちょっと細かいとこ掃除しだしたら止まらんなっちゃって。 すんごい掃除して断捨離とかもしてなんかはしびろこ並べたりして草ざんまも一番一番ええとこに置いて待ってたわけよで遅いな思って来た思って1分で帰ったね玄関から。ごめん 一歩も入らずに一歩も入るつもりなかったさまあまあそれそれならもうそれなら別にそれでいいのそれはそれはしゃあないねんただなはいただあの「草ざんま見ていってやって」言うてたね食い気味に「え」は言ってそれがちょっと興味ないやんいやあのちょちょちょ興味ないからちょっと待って はい、そのションさんが他人に興味ないのは分かんないけど、うん、<laughs> その草ざんまに関しては興味ないとかじゃないのよ。はい、いやいやい,いやん別にう違う興味違うそういう概念じゃないのよ草ざんまは。はい、<laughs> 何を言うてんのか分からんけどえだほなな人,人の家行ってな、うん、そこにコーギーおるとするやろ。うん、で講義が家の中で、うん ほわん、ほわん、言うてるんやんか。で、玄関で、あコーギー今日も元気やな、言って。あちょっと、ちょっと見ていく、言って。ちょっと見ていくっていうか、別に、ま、コーギーに関してはさ、玄関先からも、撫でたりできるやん。そうね。いや、草ざんまんは、草ざん、え、ちゃちちゃちゃ、同じやって言うてんねそれと。え、草ざんまは。玄関まで来てくれるなら、いい行こうとしとったやんか、草ざんまは。知らんけど。まさに。 それで、草ざんまおいでって言うぐらいの、その、その、わかるかた立ち向かい方。その草ざんまもな、一番ええポジションでおってな。そうなんよ。そう、ほんで、んあ、ショーン、ショーン来た、たショーン来たってなって、で、あ、ちょっと草ざんまも見ていくって、見ていくって、それも質問とかじゃないからな。草ざんまと対面、 するのはもう礼儀やんか。牛の家に行ったら当たり前やん。ああ、そう、いやごめん、その礼儀知らんくてさ。いや、ちょっと、ん。全然、全然興味ないから。いや、違うね、その、興味ないとかの、その、人の家で買ってるコーギーにさ、ちょっと興味ないからええわって言わんやろ。え、それは興味あるから。いや、それなんで興味あんねん、逆に。犬やからか。犬やパンダやねんけど、こっちは。で、犬がいいな。パンダよりもうん。え、それ、 パンダに興味がないってことでいいやんなじゃあ。パンダに興味がないからっていう認識で大丈夫かなうん、それでいいあ、わかったわだ。そう、それやったらええわ。それやったらええ。なんか、いや、うちの草山も見下してんのかなと思って。それやったらまあしゃあないわ。それ本物じゃないからとか、そういう概念の話じゃないんであれば、うちはその、この文句は取り下げるわ。いや、しょうそれは、それはごめん。それはごめん。 ちょっとどうしても見たい配信があったからそれはしゃあないわそれ言ってくれんとそれ言ってくれんと確かに言わなかったねもううちの頭の中には「草ざんま見るええわ」でそれだけで変えられた感じ確かになんか CD とか受け取らなあかんけどんか忘れてたような感じそのことあなたも CD もやしあなたも衣装をそこに吊り下げてたのに玄関に。 そんなことをね。後々から思い出してくれたけど。あそうそう。ああってなったけど。ほんで、草ざんまは断ったのに、しっかりうちのなんかその目に見える範囲の部分にしっかり突っ込んでいって。アボカドとか。アボカドをテレビのその、テレビ台に。アボカドは見えた。草ざんまは見えなかったけど、ごめんなさい。あ、ほんま。アボカドだけ見えたから。アボカド気になって。誰がテレビ台の隅にアボカドを置くねんって言われて置くやろ、そら。 リモコンとアボカドを左右の端に置いてる。や、置かん。端に置いて大体置かんのよ。置かんの。うん。9割の人は置かんのよ。ほんま。うん。ああ、そんなことがあったりなかったりね。うん。まあ、そんな感じで。本当もう、今日は、今日あったことですね。まあまあ、そうね。もうさっきの、もう、つい、つい何、何分か前の話。はい。うん。で、これ流れるのが、8月2日か。うん。 もう明日に迫った通商軍。そう。うん。いやそうですね。なんか。うん。変な感じじゃんなライブハウス行くの。うん。久しぶりやわ。まあうん。で言ってでも半月ぶり。そうなんよね。半月も経ってない。そんなライブないのもまあ珍しいっちゃ珍しいからな。 なかなかのハイペースで言うと週1はライブしとっただけやし実際予定としてはそれぐらいの予定やったけどまあ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 その分あれがあれで明日ねその分ねかましたいと思うんでほんまに来てくださいマジでマジでお願いします来れる人本当にお願いしますお願いしますはいえとあとは何でしょうね あとは。<laughs> すごいね。時間潰そうとしてるやん。いやいや、何がよ。珍しいっすね。大体<え>いいなんかポンポン出てくんのに、こう、話したいことああ。話したいこといい死ぬほどあるよ。うん、話したいこと。なんかうう俺さっき、なんか、カラカラウオのなんかくれたやないんあありありがとうね。 いや、それも、その、一緒にラジオを撮りながら、それ食べさせて、なんか、カラー、<laughs> ラーみたいなのになるんかなって、思って,買って。普通に美味しそうっ、ね、その、何か、カラカラウオやったっけ大好きっすよ。めっちゃ辛そうなお菓子。まあまあ、もともとラーメンですね。あ,あ、そう、ちょっと、ちょっと今、今、今ちょっと食べてみてくれへん。ラーラーあれ、えちょっとっ、一個、一個、今一個。いや、めっちゃ辛そうなパッケージ。うちやったらバスゲームか思うぐらいのやつ。それ、 さっきドラッグストアであそうなあ、んうんこんなん売ってるんですね、うん、うちも知らんかってんやけどカラカラ魚おかぜ全然うちが人生で買うもんじゃないんやけどでしょうね今からショーンが来るっていうのと20%オフのシール貼っとったから安っ思って、うん、安っもともと引っ込んでな、ね、い1 0安やでそれこの税込みの20%オフやから安っ<い>思って二度見して買ったわカラカラ魚オかきうん カラカラ王ってママのラーメン屋さんですね。で、カップラーメンとかは毎年冬場に売ってて、俺は毎年買ってるんですけど、すごく、その味をね、ちゃんと表現できているのかっていうね。うん。めっちゃ、ええ落としてんな。うちもなってた。おかきですからね。え、辛ない めっちゃさ、パッケージ、ベンジャーとかかめっちゃ辛そうやろなんか。全然辛ない。あ、えまあまあ、ピリ辛、ピリ辛。マジか。それうち。辛さよりも、やっぱその、辛辛ウオっていうぐらいから、魚介系のラーメンなんですよ。えー、辛い。それがスナックになったベビースターラーメンみたいな感じか。魚介の感じがすごい出てて、めちゃくちゃ美味しいですね。うわー。 普通に美味しいです。あよかったよかった。そんなに激辛。まあ、ピリ辛はあるけど。あ,あそう。まあまあ、ショーンやったら喜ぶやろうな、思って。喜ぶ喜ぶ。うん、めっちゃ美味よかったよかった。うん。ああ、ほ、うんま、魚介や。<laughs> すげえ。なかなかラジオでおかき食うことないやろ。<laughs> な。カツオは、カツオの味がする。ああ。 美味しいっす、普通に。いやー、ほんまよかったです。うち。これでも全然牛も食えるぐらいだから。まあ、ほんまに1個食べて、うん、食べさしあげたらよかった。確かに。うん。おかきなぁ。黒豆せんべいぐらいしか食べへんなおかきなんて。あ、辛いっす、ねい。ちょっともう3つ目ええのよ。1>, <laughs> 1個でえ,えのよ。 か辛い、辛いっすかも。2、3個いったら多分辛いの苦手な人。ああ、まあショーンがそれ言うやつほんまに相当やろな。うん。俺は全然美味しくいただけたら。ああ、よかった。今日のお酒のつまみにしてください。いや、何個食う,うねん。1個が2個なんよ。普通に。咀嚼の、咀嚼系のやつじゃないよ。これ。よくあるやつ。じゃないよ。え、そのな、今日、いや、ええのよ。会話すな、咀嚼音で。うち、 だから今日、はい、まあ掃除さ、うん、めっちゃしてて、うん、掃除っていうか部屋をね、いらんもんを本当になくそうと思ってさ、うんうん、うちここに来て、えー、長年断捨離を続けてきましたけど、はい、なんか断捨離のやっぱ本当の意味に本当ちゃんと触れれたなっていう気持ち。どういうこと,ううこと断捨離っていらんもんを捨てるだけやと思ってたのよ。 ななんならいるもんまで捨てるぐらいのもんやと思ってたんよ、うん、食べ物をな食べて減らすことも断捨離やと思うぐらいなんか靴下の穴開いて捨てるの喜ぶぐらいの断捨離日やったわけよ。せやけどまあなんか最近はそのさ捨てるその快楽みたいなのを別にもう忘れかけとったんやけど、うん、今日別に捨てたわけじゃなくね、うん、本当目に入るもので、うん 目につくところを全部掃除というか、査定していったのよ。これここに目に見えるけど、こいつここにあってええんかなみたいなことを繰り返していった結果、なんか目に入ってくるものを全部自分の好きなものにどんどんなっていってね。まあ例えば、500均で買ったそのボールペン1本しか入らへんようなペン立ての虎のやつとか、 ハシビロコのやつとかであといやのや,つやん見えてんのうちだけやったわペン立てとか <laughs> あとお客さんがさ<ー>うちがパンダだのなんだの好きだって言ってさよくくれるそのパンダグッズ、うん、パンダのポーチとか置物とか、ねまあ、動物好きやんうん,んで自分が作ったグッズ使ってるやつとかさ、うん、目に見えるところにここが あんたの居場所でみたいな、はい、全員ペットみたいな感じでさ置き、うん、並べていったわけ、うん、なんか本んに幸せになってこういうことかって思ったね、うん、断捨離ってただ物を捨てる時にあー気持ちいいじゃなくて捨てたあとに何が残るかっていう、うん、そこには好きなものしか残らないこれを断捨離というのかって今になってね、うんうんうん、なるほどね、うん、めちゃくちゃゃくなんか 切りしたというよりかは、目に入ってくるものがもう可愛い好きなものしかないから、草山中心にね、うん、なんかみんなもぜひねやってみてほしいですね。掃除とかじゃなくて、なんか好きなものだけ残すための掃除整理整頓を一回ねしてみてほしいね。なんとなく意識せんとずっとあるもんってあるやん。なんかうちも日用品とか目に入ってくるのもめっちゃ嫌やも。ん 普通のティッシュ箱とかも嫌になってきたもん <laughs> あんた端広報のティッシュケースの中入っといてみたいな <laughs> うーん、うん、まあでもその感覚はそうどん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 やっていったらどんどん気になってきて、うん、そのずっと使ってない回路をカゴの端に入れとったけどこれすら目障りになってきたりとかうんうまあでもそれはそうかもなんかねいいよね無駄なもんはぶ省いていくってうんうんでそんなことを考えながらね ショーンさんが帰って、ああ、うん、一言、一言で帰ったなと思って、寂しい気持ちをこらえながら <laughs>、まあ、昨日完成させた曲の無駄なところをは,はしょってたりとか、はい、いや、人生無駄ばっかりやで。あれいやそんな違う、間違った間違った。人む、人、人生の無駄を省いていこうラジオ。 でした。<laughs> またなんかセミナーっぽくなっちゃう、ね、ああ、危ない危ない。すぐ始まるから。<laughs> そのタイトルは。すぐ始まるから。うん、人生の無駄をはまあ、まあ、省いていこうラジオ。うん,うん、でも、うん、かるわかる、うん。で、あの、ごめん、最後にちょっとしんさんに聞きたいことがあって。はいはい、うちちょっと最近さ、学びたくてさ。うん、学ぶうん。主に,に自分の知らないことをうん。 ああ、そういうことね。何かについてとかじゃなくて。じゃなくて、あの、知らないことを知りたい。それは何の分野でもよくて、地球でもいいし。で、でもうちが今身近で学びたいのが、ちょっとまあ、日本のことを知らなすぎるなと思って。もう、日本そのもののことを、歴史とか。なるほどね。何時代も知らないし。それはやばいね。何時代、ち、その、名前ぐらい知ってる。江戸時代とか知ってるけど、 多分、ショーンが100知ってるとしたらうち2位ぐらいやと思うのよ。うん。<laughs> マジで。そんなことはない,と思ういや。マジで、マジで。マジで。だって、小学校で、ね、習う。いや、それ、ないから、全部解無。<laughs> あれ、ほら、気がつけば大人になった昔習ったのは全部もうない。倍、だめだめお気に入りの綿棒ののだいたいあんのよ。いや、うちほんまにないんよ。ないと。で、それを、この、うん、この年になって、恥ずかしいけど、 なんか、まあ、例えばさ、選挙だって毎年あってさ、その度にちょっと学ぶというか、やっぱ知ろうとするけど、それにしたって、そんな程度のやつじゃ、もう何も知識がずっとないし、日本の政治も詳しくないし、歴史ももちろん知らんし、台湾とか行ったり、香港行ったりとか、海外行きたいなと思ってんのに、日本とその、 あの、国との関係やったり、つながりとかも何も知らんし、うん、うち本当になんも知らんなって思って、ちょっと情けなくなったのね。だから、ちょっとずつ、ちょっとずつ、最近。<laughs> このタイミングで。うん、最近じんわりと、ちょっと前から。<ー>ちょっとずつ、あのー、ちょっとずつ学んでいこうと思って。うん、で、そのきっかけで、まず、あのー、何から始めたらいいかなっていう。 何かあると思う、ね、YouTube のこの人がそういう知識を発信してるよとか誰々が書いた YouTube 好きやもんな君 YouTube やけどうち最近本もよ読み出したから本でもいいんやけど本なんかクソほどあるやんああ<ー>何歴史を知りたい歴史でもいいですもう手当たり次第でもいいぐらいでやんけどうんうん、なんかさちょっとわからんねんけどうちブックオフでさ適当、うん、になんか 現代史のすごい基,本<ー>基礎みたいなやつとかを書てやんやけどそれをちょっと調べた時に、うん、いやこの作者が書くあの、うん、あなんていうの内容は間違ったことが多いので注意みたいなさ、うん、YouTube の中田さんとかも間違い多いですってひろゆきが指摘してるみたいにさ、うんうん、結局なんかそんなこと言われるとあこの本買ったけど読もうと思ったけど間違い多いんかいとかと思ったらさ病 <laughs> 気を失せるやん。 まず、何が正しいんか、正しいんか違うかこれ、国語の教科書とか、とかの方がいいんかないやいやいや、でも、見ていいよ。間違いない。そうやんな。そうやんな。それも勉強やんな。うん、十分,十分そうやんね。うん、うちにとってはそんな、どこが間違ってるとか、そんな次元じゃないよね。分わかった。とりあえず、今、うん 手元にある本と。ゃあもちろん、もちろん。から、まず、まずこれから始めていきます。で、なんか、そういうの、あの、あれば教えてください。YouTube、詳しい。YouTube というか、本とかも。やっぱ、本が分かりやすい。あなただってさ、よ、よくあるのは本関係、本関係のとこで。図説、図説で見るなんたらとか、その、ビジュアルメインのやつ。あうち、それがいい。 うん、そういうやつが見やすいし、とっつきやすいよ、ね、うん、見やすい、それ。うん、と思う。ああ、なるほど。えー、よくあるなんかムック本、いわゆるムック本みたいなので、うん、そ,れそれこそ歴史、日本の歴史もあるし。ああ、へ、えー、ショーンさん、その本関係がすごい詳しいから、はい、なんかその、この人のがいいよとか、もしまたあったら教えてください。 わかりました、うんまあそういう今まで映画とかは話してきたけど本に関しては話してなかったしね、うん、そういう話もまたしていってくださいよ、うん、はい、はい、そんなわけでとりあえずね明日、えー、来てください本の話してる場合じゃないんです,よす明日ライブなんですよほんまに、うん、はいお願いしますねお願いします、はい、ほな皆さん,さんわさほらさっさっさ